そして、この、雑費説、社記にありますように、ここにはどういうことが書いてあるかというと、この頃の飯の屋は、年々持ちにてっていうのは、一族だとか、いろんな武士が存在していて、バラバラにこう、支配がしていたために、統制が取れなかった。だから、その関口氏経、関口越後守の子供を、いいのを当主にして、まあ、次郎坊主もいたんでしょうけども、いちごの神の子を、いい直虎としてですね、次郎に、してですね、飯の屋を治めさせようとしたんだという、こういうようなことになるわけです。で、まあ、この、次郎坊主、あるいは直虎のいた時代は、なかなかこう、飯の屋のいい氏も、順当な支配が、できずに、混乱が、多少あったようでございますけれども、まあ、おそらく飯の屋三人衆とかですね、一族の人々が合わさって、なるべく混乱を防ぐような形で、支配をしていったんだろうというふうに思います。と言いますのは、この直虎が出てくる文書は永禄の11年でありまして、この頃は永禄、今川の徳政令がこう出されて、これが大河ドラマのテーマにもなってましたけども、徳政令を、いい氏は、今川の言うことを聞いて出すのか、あるいは、ゼニミスという高利貸しなんかもいますから、塩梅を考えながら少し時間を待って徳政令を出すのかっていう、そういうような、瀬戸際の状況に飯の屋があったわけですね。永禄9年に徳政令が出されて、直虎が先の、皆様方に申し上げたこの24の文書は井伊直虎が関口氏経と連勝して飯の屋にその特製を出すという命令の文書でありますから、この永禄11年の11月には特製令はおそらく飯の屋には出されたと思うんですけども、この頃はもうすでに徳川がもう西の方が入ってくるということが分かっていましたし、それからそもそも徳政令が出される理由の一つに、永禄9年から、まあ、遡ること3年前、永禄6年ですが、遠州総撃というですね、飯の屋を含めた遠江の国で反乱が起きるんですね。ですからもう永禄の桶狭間の戦いの後数年後にですね、もう遠江の国は今川氏真の手に負えないような混乱した状況がたびたびこうやってきていたっていう、そういう状況にあります。その影響をやはり飯の屋も受けていたということになりますね。そしてその遠州総撃が終わったのが永禄9年ですよ。で、その反乱が終わったというところで、今川氏は多分、遠江の国、おそらく遠江でも西の方ですけども、つまり飯の屋ですとか、浜の湖の周辺、あるいは浜松、あの辺に永禄9年の特製令を出す。ところが飯の屋については、飯氏が頑張って特製令を防いで、2年間待つと。そして永禄11年、徳川氏がこうやってくる。そういう噂が流れてくるような時に、特性を、まあ、出すというようなことになってくるのかなというふうに思っています。なかなかこうその流れをうまく紹介することができないんですけども、まあ、直虎の存在、それから次郎坊主の存在、今後どういうふうに考えていくかということは、私どもにとっての研究課題であるというふうに思っています。そして、ようやくですね、この井伊直政が、登場することになります。で、直政につきましてはですね、自民党のナンバー4の丸の20を見ていただいて、これも戦国人名辞典の中から、採用を切り抜いてきたコピーしてここに貼り付けました。井伊直政、永禄4年から慶長4年、永禄4年の2月、19日から慶長4年の2月1日、徳川家康の重臣、
井伊直親の子、母は奥山親友の娘、幼名虎松あるいは万千代、通称兵部の将、正室は 松平、これは松平の中でも松井松平ですね。安親の娘、遠江の国稲佐郡大田村、今の浜松です、浜松市内ですに生まれる。今川氏の重臣であった父直親が残言により殺害されたので流浪し、天正3年15歳の時に家康に召し出され禁止したと。才女才智武勇が人並みでない英雄の素質を持ち美形であると伝えられている。同10年10月徳川氏の海進出には使者として北条氏との和睦交渉の任に当たったと。この頃武田九信など兵力2000人ほどからなる旗本人手役の軍団の長となる。で、三河譜代ではない若年の直政が登用されたのは異例の抜擢である。同年兵部の将を称し終身通称としたと。で、長久手の合戦では先鋒として出陣し徳川氏の勝利に尽くした。同16年豊臣政権に従属した家康に愚愚して上洛し、秀吉の要請で従五位の下侍従となる。同18年家康の関東入国により上野国美濃和で12万石を領した。後同国和田に城を築き高崎と改めた。関ヶ原の戦いでは東海道方面軍主力は豊臣系大名の 官軍となったと。戦後石田三成の宮城沢山で18万石を与えられたと。慶長6年14位の下に進むと。翌7年42歳で死去。法名清涼大安軍需ということでありますけれども、まあ大まかな井伊直政の動きがですねお分かりいただけると思います。そこで文章ナンバー2の方に、まあ、移っていただきまして、映ってますね、もうね、ナンバー2の映ってますが、直政の生涯、6番目の直政の生涯ということで、先ほどこの直政の辞典に沿って言えば、少年時代の日々、家康への死、そして筆頭家臣で、豊臣政権下での存在で、徳川家康の、一族もなれなかった、重臣もなれなかった公家なりといいましてね、侍従という何て言いましょうかね、殿上人にこうなる。これは徳川家康以外家康の家臣団でも一族でもいないんですよね。ですからおそらく井伊直政というのは、しかもその豊臣秀吉から非常にこう評価された、豊臣政権の中でも政権下でも非常に大きな意味を、存在の意味を、意義を持っておりまして、秀吉がもう家康のもとから直政をこう引っこ抜きたいっていうのはね、話もあったようですね。で、徳川一門衆としての扱いを井伊直政は、受けている。時には家康の名代として、外交も行っているということなんですね。で、それは、こういった事例を細かく挙げながらご紹介すると、もう本当に時間がありませんので、もう大まかにまとめさせていただきますけども、遠江の名門たる井伊氏、さらにその井伊直政の持っていた器量ですね、これは直政を支えた家臣の力もあるんですけども、この直政のこう人間力というものが、やはりこう卓抜して、卓越ですね、卓越してこう評価されたということが直政の生涯を見てみますとね、分かってまいります。で、今回この講座をさせていただいたのも、家忠日記に直政が出てくるということで、今回こういう場を設けていただいたわけですが、今日のここで行われているその展示のですね、プリントをお持ちですかね、皆さん。これなんですけど、これは塚田さん、ここにお持ちじゃないです。これいいですよ。お持ちじゃない方ね、
これ読んでいただけば、私の話聞いていただけるもずっと的確ですから、これぜひね、見ていただきたいと思います。もう私の話してる内容ももうここにきちっと挙げていただいています。どういうふうに井伊直政が家忠日記に出てくるかということなんですけれども、天正11年の1月11日、からですね、天正20年の10月の7日、天正20年というのは文禄元年でありますけれども、その間に何箇所か、直政が出てまいります。その部分をですね、こちらのプリントにも掲載しておりますけれども、本国の方をですね、資料としてナンバー4で挙げさせていただきました。資料の丸10ですね、ちょっとこう、丸はつけておりませんけど、囲っておりませんが、丸10、天正10年の正月の11日、干支は省略いたしますが、東条周防娘、浜松伊兵部ところに祝言候というふうにありまして、これが東条松平のですね、娘、東条松平安親ですけども、東条松平安親の娘と祝言を井伊直政は挙げると、数え年23ということですね。安親はその後沼津の方にいたりするわけでありますけども、その娘と、結婚をするということですね。で、それから天正11年の8月、ちょっと見えにくいところもありますけれども、8月の19だから20、21日でしょうかね。この辺はこう見えないところですね、字がね。江戸へ参り候と、いい兵部の将殿、東条へ越され候来て帰られ候、打ち出し候というふうに記事が出てまいります。東条の方へ出かけていったということでしょうね。でこういう記事が出てるんだから、どうなんでしょうかね。いい松平家忠もこの祝言に呼ばれたのかどうかということですね。天正11年の正月の11日に東条周防娘浜松伊兵部所に祝言候だから、嫁入りをしているわけですから、おそらく浜松に家忠もですね、出かけていった可能性もありますね。ここだけでは分かりませんけど、しかし大事なことはこういう情報がきちっと家忠のもとに入ってくるということは非常に大事なところだと思います。天正14年の11月丸12でありますが、これはですね、家康が秀吉になかなか従わないということで、通説ですけども、秀吉は自分の妹旭姫を家康のもとに嫁がせますね。それでも家康は上洛をしないので、今度はもう最後の切り札のお母さんですね、大政所を家康のもとに娘の旭姫のところに、出かけていくということを名目として岡崎へ、秀吉はその一番大事な人をですね、岡崎へ行かせるわけですね。これで家康は大阪へ、京都ですかね、京都へ行って、秀吉と会うと。そして次の日に並みいる大名の前で秀吉のところに挨拶をしてっていうようなドラマチックなですね、場面が展開されるわけでありますけども、その時大政所は岡崎にいるんですね。で本田重臣の本田などはですね、
大間どころのいるところにこう周りに芝を積んでですね、何かあったらこう火をつけようなんていうようなお話も伝わってるわけですけども、井伊直政は朝日姫だとか大間どころのところにこう気軽に出かけてってですね、そして大間どころをねぎらったりしていたようですね。こういったところがその後のですね、秀吉との関係で非常に大きく後に役立ってくる。人質ではあるんだけども、人質として見ないで、気軽にですね、年老いた秀吉の母親のねぎらいに出かけていくという、そういうような性格も持ち合わせていたようであります。17年の7月、これは何ですかね、これは能の祭行、祭行ということで、駿府まで、7月の19日駿府まで三尺僧侶、城へ出資僧侶、人数は大宮まであたりまでも、まずまず、使わした、先々使わしですかね。自身は恩の見物、参るべきのよし、御意に候ということで、19日には、能の見物、これは家康が能を見物したと。で、21日にそのやはりまた能があって、これは井伊侍従のところ、井伊直政のところで家康を招いて能が行われたというところですけれども、ただこれは雨が降ったので、まあ、延期されたということ。そしてこれが7月の26日に雨が止んだので、能を侍従どころにて、26日ですね、侍従どころにて、恩の候十分と、須賀の堤天下一、同地に下され候と、天下一の同地に下され候ということがありまして、そういうその文化的な交流もですね、おそらくここには家方も出かけていってるでしょうから、交流も行われていたということですね。それから